おはようございます。2022年2月4日金曜日朝6時40分です。まあ相変わらずですね、 F でございます。天気の方は晴れ、気温の方は2度、風の方は、まあ、やっぱ相変わらずこの時間は無風になりますね。はい。で、波は見ての通りでございます。ね、しょうがない。ただまあ今日立春なんで、もうこれで春なんですけど、いやもうちょっとうねりが入ってほしいですね。というとこで一旦あの週末の波予想の方に行ってみようかと思いますんで、そちらの方をどうぞ。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。もう期待薄な週末です。昨日までの、ね、予報だと明日の、ね、午前中ぐらいはちょっといけっかなって思ううねりの向きだったんですけど、ちょっとそれがずれて日曜日になってってるんですよね。日曜日ちょっとこれやれるかなってとこなんですけど、風の方が結構強いんですよね。今週末、昨日とか一昨日までの予報だと土曜日結構風弱そうだったんですけど、まあ、明日なんかも朝からビュービューっぽい予報になっちゃってるんで、いや結構厳しいですねこれね。で、今度ね、うねりがまともになりそうなのが、来週の水曜日かな？なんですけど、ここも曇りか雨なんですよね。うねりが、南向きにね、一気にぐおって変わるのがね、水曜日になってますね。で、そっから今度東のうねりっぽいの雰囲気になるんですよね。まあ、まだ東のうねりの方が波入りそうな感じはしますけどね。なんで来週後半ぐらいになれば結構、あ、でもこの9日のね、水曜日とか意外といいかもしれんですね、これね。ただ曇り。というわけで、まあ太陽も登ってきたけど、今日は結構水平線近くに雲が多いんで、あんま綺麗には見えないかなっていう感じで、朝の波状況終わっていこうかなと思います。週末の波予想と。
まあ、今水平線換算で6時46分日の出ちょうどになるんですけど、まあ見えんね、まあ見えんっていうか見えとるけど、あ、出てきたか、でも、あ、出てきましたね、雲の間から。あんまりがっつり綺麗な感じではないですけど、日が出てきましたんで、太陽出てきたところで朝の波状況の方終わっていこうかなと思います。いつもねご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。今朝も音羽田修賀がお伝えしました。それではまた。